国内はもとより実は今ちょっと焦点当ててるのが中国なんですね。で今具体的にはもう上海で企画設計が大体終わって、次まあ広州の方でちょっと次のプロジェクトを手掛け始めてる、そんな感じなんですよ。実はまあ私もともと水族館には全く興味のない人間でして、たまたまの前職で、まあ、ある事業があったんですが、それがPFI 事業といって、まあ、簡単に言うと公共事業を民間の資金と、まあ、ノウハウで活性化すると、まあ、こういう事業なんですが、たまたま1個だけ水族館事業というのが入ってたんですね。でこれはもう儲かんないだろうと、まあ、シリーズでやってたんでもうしょうがなくやってたような、そんな事業がありました。白羽の矢が当たったというか、馬場を引いたというか、それがたまたま私で、40年間小学校の遠足以外で水族館に行ったことは一度もなくて、まあ極端なこと水族館に何の興味もなくてですね、水族館行くぐらいだったら映画見に行った方がいいだろうっていう、まあ、そういう人間だったんですよ。前年度まで年間30万人だった集客を、まあ、リニューアルすることで180万人に持っていくっていう、こういう事業だったんですね。でまあ、30万人を例えば40万人であれば、まあ、今までのこうマーケットをどうするかみたいな話なんですが、30万人を180万人っていうのは私なんかちょっと意味がわからなくてですね、特に水族館に興味がない私にとっては、30万人のお客さんって何なのか、180万人のお客さんって何なのかも全く分からずにこの事業を引き取ったと、まあ、こんなスタートだったんですよ。30万人の人はもともと来てくれた人はまた来てくれるだろうか、残りの150万人ってこれ多分もともと水族館が好きで来てくれた人じゃない人、まあ、こういう人に来てもらわない限りは多分埋まらないだろうな。そこで考えてですね、まあ、逆に言うとそのマーケットは自分のように水族館に興味がない人、水族館行くぐらいだったら映画行った方がいいよねっていう人たちに来てもらうことが、まあ、これ重要じゃないかと思ってですね、水族館って行ってみると老若男女、要はもう各年代の人たちが、まあ、訪れてるわけですよ。でこれはやっぱり特性としてとても生かすべきかな。老若男女あらゆるそのマーケットの人が来る場所って実は世の中あんまりなくて、公園かなと思ったんですね。公園ってもう老若男女、それこそ一人で来てもいいし、家族で来てもいいし、友達で来てもいいし、まあこんな場所ですよね。そうするともう水族館を公園化するっていうことで、まあ、ちょっとこの事業を取り組んでみたらですね、やっぱりいろんな方たちが足を運んでくれるようになったんですね。で、まあ、結果的には初年度180万人という目標を、まあ、なんとか達成することができた。でこの事業はそういう公園作りの事業なんじゃないかなというふうにそこでとても感じた。これが私の水族館事業のスタートですね。ある業種をずっとやってないとそこに参入できないということはないんじゃないかなということですね。私も水族館なんて全く興味がなかったんですが、もうこの20年間どっぷり水族館に浸ってる。そのポイントは規制の概念にとらわれずに自分の感覚でこういうところに行ってみたい、こういうものを買ってみたい、こういう暮らしをしてみたいっていう、その自分の感覚にを信じて、で新たなマーケットに飛び込んでいくっていう、まあ、この、まあ、情熱と覚悟、まあ、この2つさえあれば物事はなんとか成就するんじゃないかなという、そんなふうに思ってます。男性よりも女性の方は本当に自分の感覚とか自分の感性みたいなものをとても明確に持ってる方が多いと思うんですね。で男性っていうのはちょっとこう忖度したりとか場を読んだりとか、なんとなくこう、まあ、予定調和に終わってしまう、まあ、こういうアイデアが多いんですけども、女性の方はもっともっと魂のこもったですね、自分の思いみたいなものにすごく素直に行動ができるような、
気が、僕は自分の周りの女性たちはそういう人たちが多くて、そういう人たちにすごく学ぶことが多かったんですね。特に水族館のような本当にオールターゲットお客様に向けての商品については、やっぱりあまり気を照らうんではなくて、素直に気持ちいいとか心地いいとか綺麗とか可愛いとか、まあ、こういうことがとても大事だと思います。まあ、いつも言ってることなんですが、いつまでもあなたはあなたらしくわがままを貫き通してほしいなというふうに思います。